日本東京都文京区湯島湯島は東京都文京区の町名。現行行政地名は湯島1丁目から湯島指定目。郵便番号は113-0034。湯島聖堂、湯島天満宮、春日局の墓所がある臨床院、東京医科歯科大学などが所在。東京メトロ千代田線の湯島駅が湯島3丁目の忍ばず通りした。 東京メトロ丸の内線のお茶の水駅が、湯島一丁目の外堀通り下に設置されている。四丁目は民家が中心で、住宅街の佇まいを色濃く残している。対して一丁目、二丁目はオフィス、商業ビルが中心となっており、湯島天神のある三丁目はマンションが多い。一丁目に東京医科歯科大学があるためか、医療機器や医療器具など、 医療関連の会社が集積している。財団法人、三菱経済研究所及びその付属資料館である。三菱資料館は湯島4丁目にある。文京区の南端に位置し、台東区、上野及び、千代田区外神田に隣接する。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、湯島4の9の4の地点で90万5000円、平方メートルとなっている。 現在の湯島四丁目に、本郷区役所が存在した。1965年4月1日、住居表示実施。従前の湯島一丁目から四丁目に五丁目のほぼ、全部、湯島新花町、湯島霧道坂町、湯島両門町、湯島三組町、湯島梅園町、湯島天神町一丁目から三丁目、湯島道方町、湯島霧道市町、妻ま町、 立岡町を合わせた町域を新たな湯島一丁目から湯島四丁目に再編して、現行の湯島となった。湯島五丁目の一部と湯島六丁目の全部は、本郷に併合された。江戸時代以前、海から見る、この地があたかも島のように見えたことからついたとされる。今の忍ばず池が、海と繋がっていたらしい。湯島里と呼ばれていた。しかし、なぜ、湯島なのか。 諸説はあっても審議は不明である。2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。